大阪市。大阪市は、日本の近畿地方、大阪府のほぼ中央に位置する、道府の府庁所在地であり、政令指定都市である。大阪市は、大阪府、近畿地方及び、西日本の行政、経済、文化、交通の中心都市であり、地域を、中心、首位都市として、大阪都市圏及び、京阪神大都市圏が形成されている。 大阪市の2016年度の市内総生産は約20兆円で、政令指定都市中最大であり、2倍から3倍の人口を要する北海道や千葉県、兵庫県など一つの道府県の県内総生産を上回る。京阪神大都市県の県内総生産は国内では首都圏に次ぎ世界的にも上位にある。また市内の従業者数、 事業所数、上場企業本社数は共に国内2位である。夜間人口は横浜市に次いで全国2位の約270万人。人口密度は全国の市で5位。政令指定都市中で1位。昼間人口は市外から多くの通勤、通学者が流入するため約354万人。面積は全国に20市ある。 政令指定都市の中でも川崎市、堺市、埼玉市に次4番目に小さく、横浜市のおよそ半分、名古屋市のおよそ3分の2程度であるが、政令指定都市の中では、行政が24区と最多であるため面積が1 0トルに満たない行政区がほとんどである。近年では、都心回帰が顕著で、大阪都心9区を中心に増加傾向にある。また、 都心旧区では、マンションやホテル用地、商業地の需要が高いため、地価が高騰している。古代から、瀬戸内海、大阪湾に面した、当時の国際的な港である住吉津や水の都と、称された、何和などのある外交に関連した、港湾都市、国内流通の中心として栄えて、水の都と称され、古代の首都としての南波宮、南波系などの都城も造営された。 中世には、渡辺津や浄土新宗の本山であった、石山本願寺が置かれ、寺内町として商工業が発展した。近世初期には、古代から正国魂神社や南馬宮が存在した、上町大地の先端付近に、豊臣秀吉が大阪城を築城し、城下町が整備された。江戸時代には、天領となり、江戸をしのぐ、経済、交通、金融、 商業の中心地として発展。天下の台所と称され、豊かな町人文化を育んだ。明治時代に入ると、繊維工業、船場の繊維街なども有名を中心とした工業都市となり、東洋のマンチェスター、煙ぬとと称された。第二次世界大戦後には、重化学工業の比重が高まり、今日も阪神工業地帯の中核を担っている。他方で、 卸売業を中心に、商業活動も活発で、土壌町、薬種、松屋町、玩具、本町、繊維など、市内各所に問屋街が発達している。また、中野島や北浜界隈には、金融街が形成されている。市役所の所在する中野島から、南蛮宮、大阪城にかけては、観光庁や公的機関が、数多く立地している。 トンヤ街の伝統は、戦後高度成長期から21世紀初頭まで、旧大総合商社と言われたうち6社、1974年、以前は10大商社のうち7社が、大阪市に本社を置いていた歴史にも反映されている。大阪市の面積は47都道府県で2番目に、狭く、もともとは、大阪市にあった大阪大学や関西大学。 近畿大学なども土地が広い市街に大部分の拠点を置いている大学が多い。日本の民間研究所が2016年に発表した世界の都市総合力ランキングでは世界22位と評価された。また、アメリカのシンクタンクが2017年に発表した総合的な世界都市ランキングにいて世界51位の都市と評価された。日本では東京に次いで2位である。 イギリスのシンクタンクが発表した2017年の報告書によると世界15位の金融センターと評価されている。大阪市は自然動態が減少する一方で社会動態がそれを上回る増加数を記録しているため、令和元年6月1日の推計人口より大阪市の人口は273万6134であり、 前年同月の人口と比べると14,036人増加している。また都心部では近年、目抜き通りのオフィスビルの容積率が緩和してきたため、新築のオフィスビルが増え、老朽化したオフィスビルの跡地に高層マンションが建てられるようになった。そ結果人口が急増し、都心部の小学校などでは、教室の数が足りず増築工事などを行っている小学校もある。 近年、比較的単身不妊などでの転入が多いため、大阪市は一世帯あたりの人員が約1.91人と、政令指定都市内では最も少なくなっている。梅田、南波といった繁華街を有する北区や中央区、何和区、淀川区などでは人口が増加傾向にあるが、西成区では歯止めのかからない人口減少に悩まされており、 南部と南東部の区を中心に人口が減少している。大阪市の人口はドーナツ化現象の影響で1965年の315万6222人をピークに減少を始めたが、その後は都心回帰の傾向が強まり減少幅が緩やかになり、2017、2018年ともに大阪市が全国に市町村別の人口増で転入超過となった。 大阪市は、淀川の河口に開けた古くからの港湾都市で、瀬戸内海時計をつなぐ水運のよう担い、西日本の物流の中心として栄えてきた。市内の地形は、全体的に平地であるが一部標高が20メートル以上になる地点もある。また、近畿地方最大の都市として、近隣の神戸市、京都市と合わせて、京阪神と称する。地域の西部は、大阪湾に面し、 沿岸北西部にかけて、阪神工業地帯が広がる。市内経済総生産は、約22兆円に達し、近畿経済圏の中心地である。大阪市を含め府内全域が、瀬戸内海式機構に属し、年間を通して温暖である。夏は、非常に蒸し暑く、全国有数の国所地帯である。特に夜が寝苦しく、年平均熱帯夜日数は、 今度の干所では、鹿児島市51.6日、神戸市43.1日に次いで3番目に多い37.4日で、7月から8月にかけての1ヶ月以上は平年値でも熱帯夜であ8月の平均気温は、摂氏28.8度であり、那覇市を含め全国の都道府県庁所在地の中では一番高い平均気温となっている。近年は都市化による、 ヒートアイランド現象の影響で、郊外に比べ夜間の気温が低下しにくく、熱帯夜の増加、冬日の現象が顕著である。大阪府、兵庫県、上町大地は、約12万年前の間氷期、ディスウルム間氷期に海底に堆積した地層である。そこには、河内湾より一回り大きな上町海が存在した。気候が涼しくなり始めた約11万年前に、 陸地が現れ始めた。この出来たばかりの陸地には、ナウマンゾウや、ヤベオウツのジカや昔日本ジカの群れがやってきていた。表記に移り変わる、約7万年前には、神町会が退いて高大阪平野が広がり、そこには、新葉樹と広葉樹が混じる林が茂り、その木々の間を川が、丘陵から低地へと、網目状になって流れ下っていた。 この川を渡る象や鹿の群れの足跡の化石として残っている。象の遺体としては、旧詩が1個であるが、足跡化石は1000個以上見つかっている。大阪で最も古い旧石器は、大阪市平野区の長原遺跡から出土した石器群百十数点で、約3万数千年前の後期旧石器時代の初期と考えられる。それは、これらの石器の出土層より、 上位層の火山灰層が、アイラ TN 火山灰であったことから、年代の推定ができる。石器群は、サヌカイト製の2から3センチメートルの小石器と、さっき、草木などの家具であった。縄文改新により、大阪湾が発生、南部から突き出た上町大地を指しとする半島ができ、東部は河内湾となる。縄文時代中期にはすでに人が集中し、魚老、 最終などの生活を営んでいたことが森の宮付近の遺跡から明らかになっている。弥生時代になると半島はサスとなり河内湾は淡水化、やがて河内湖となる。河内湖周辺は自然環境に恵まれており、農耕の発展により大規模集落が出現し、海運や大陸との交易の拠点となる。大阪湾の奥、淀川。 大和川の河口に突き出た上町大地が、大阪市の町の原点である。天の惜し日の命を始祖とする大友氏や天、忍人命を始祖とするつもり氏が本拠を置いた場所であり、神武天皇は、即位前、南馬崎に小国魂神社を創建。古墳時代、王神天皇の南馬大隅宮や任徳天皇は、南馬と刀定め見合いを、南馬高津宮とし、以後、上町大地には、 近明天皇の南馬祝儀、高徳天皇や聖武天皇の南馬儀などが営まれた。南馬高津宮は単に高津宮とも、現在の高津宮、高津神社はこの宮の遺跡を探索しその地に社伝を築き祭祀を行ったことに始まるとされ、もともとは生国魂神社、大阪城あたりにあった。明日時代には南馬宮で大火の改新が行われ、以後、 日本という国語の使用とともに、言語の使用が始まったとされる。大化は日本で最初の言語となり、政治の中心も置かれ、後には南波系が置かれ、住吉津や何和津、中世には渡辺都と大阪平野や奈良盆地の政治勢力の瀬戸内海における公安都市、国内流通の中心であり、首都や福都が置かれた。律令国では、摂津国の範囲、 中世には京都に政治の拠点が移動したため、その瀬戸内海の外交の地位も大輪殿白や神崎などに移ったが、そのまま四天王寺や住吉大社周辺は宗教的な用地として、また渡辺別は熊野や住吉巡礼の拠点、淀川河口の拠点としてある程度栄えていた。南北朝時代には小村上天皇の皇宮、住吉安宮が約10年間、 住吉大社宮司の積もり市の墨の絵館、聖院殿に置かれ、次の長慶天皇もここで即位。その後連名により、上町大地突端に石山本願寺が開かれ、全国の浄土真宗の本山となった。その寺内町では、将校が発展した。織田信長によって破壊された石山本願寺の跡地に、豊臣秀吉が大阪城を築いて、 再び政治の中心となり、同時に大規模な白武神で人と武士が集まって、再び経済の中心地となった。しかし、1615年の大阪夏の陣で大阪城は落城し、豊臣氏も滅ぼされた。1619年、大阪城下は江戸幕府の天領となり、復興、幕府の派遣した大阪町奉行が支配するところとなる。江戸はまだできたばかりで、 商品生産力がない上、参勤交代で、大名、家来などによって、大消費地となったため、末吉孫左衛門などが活躍した、朱印線貿易や、当時の工業都市である京などから大阪を経由して、東海線、村海線で、江戸へ物資が運ばれた。淀屋などが活躍した中之島周辺にはさらに、各藩の倉屋敷が集積し、北前船も入港して、大阪は、 天下の台所として、経済、商業の中心的役割を担った。付随して裕福になった町人により、文楽をはじめとした様々な文化が生み出された。また、河川、運河とそれにかかる橋の多さから、江戸の808町や京都の808時に対して808京都称された。明治時代から昭和時代初期は、 政府が造幣局や方兵交渉を置き、金属工業や繊維産業を中心に商社、卸売、新聞など様々な商工業が発展し、東洋一の商工地と称され、多くの企業が勃興した。メセナが活発に行われた、阪神館の阪神館モダニズムと呼ばれた時代には、六大都市の一つとしては9月から明治時代当初にかけて、明治政府よる、 犯罪処分の影響より大打撃を与えられていた大阪だが、再び日本の中心の一つとなった。関東大震災後には、周辺の東成郡、西成郡全域の編入と東京からの移住者も、割って、大阪市は、1932年の東京市の市域、拡張までの間、日本最大の都市となり、世界でも第6位となった。そのため、 大,大阪と称されたこともあった。しかし、昭和10年代より政府が、戦時統制を指揮、文化、芸術、教育、産業その他あらゆる分野の中枢を東京に集めた、ことで、相対的地位は低下していった。2004年から2005年にかけて、大阪市において、空残業、闇年金、闇退職金、 闇千住など様々な職員工具問題が明らかとなった。これを受けて大阪市福利厚生制度等改革委員会が設けられ2012年から本格的な改革が行われるようになった。大阪市の資本庁舎地下1階には職員労組の本部事務所が複数入居している。勤務時間中に職場を離れて政治活動に参加していた職員もいた。しかし、 大阪維新の会の橋本徹はこれを問題し、橋本徹は職務と政治活動が区別できないのなら、まずは建物から出て行ってもらうと述べ、退去を求めた。職員労組の事務所の賃料は、家賃もコンビニなどの業者と比べて6割減免されていた。職員の外閣団体への甘くりが2011年には全国で最多となっていた。しかし、 大阪維新の会、当時、橋本徹は、2012年に、外郭団体などへの雨下りを原則禁止とする、職員基本条例を制定。大阪市から300万円以上の補助金などを受ける、団体などに、市の職員は、原則再就職できなくなった。平成31年4月30日現在、大阪市は、以下の24区から構成される。区の数は、 政令指定都市では最も多い。かつては大阪市内にも大学は数多くあったが、地域が狭い上に工場等政権法の影響も受け、大きなキャンパスのために郊外へ移転した大学が多く、他の大都市に比べて市内に大学は少ない。最近になり大学の誘致、連携を推進する大阪市は大阪府内45大学の連合組織、 大学コンソーシアム大阪、それに関西社会人大学院連合との間で連携協定を結び、2007年10月から大阪駅前第2ビル内に活動拠点、キャンパスポート大阪を提供している。は、メインキャンパスは学部が置かれているキャンパス。25の大学が社会人への講義のために便利な大阪都心にサテライトキャンパスを設置している。 大学とは異なり、広大なキャンパスを必要としないため、交通の便から市内に専修学校は多数ある。大阪市立3校、市立163校、内9校7校の専修学校がある。大阪府専修学校一覧大阪市参照。大阪市の小学校、中学校、高等学校の数は、以下の表の通り、2006年度学校基本調査による、 学校名のリスト及び各学校の記事については各区記事及び大阪府小学校一覧、大阪府中学校一覧、大阪府高等学校一覧を参照。大阪市には国立1校、大阪府立16校1分校の特別支援学校が設置されている。大阪市では特別支援教育の各分野ともに 市としての長い教育実践や研究を有していた。視覚障害教育、聴覚障害教育では、1899年に5代、5兵が設置した大阪モアインが1919 19年に大阪市移管され、後年の大阪市立盲学校、現大阪府立大阪北視覚支援学校、大阪市立老学校、現大阪府立中央聴覚支援学校へとつながっている。 また知的障害教育の分野では、1940年に設置された大阪市立、司祭学校、現在の大阪府立、司祭支援学校は、日本で初めての知的障害児対象の学校でもある。しかし、大阪市及び大阪府の方針により、大阪市立特別支援学校12校は2016年4月1日付で、大阪府に移管されることになった。 以下に参考として、大阪市内に立地する特別支援学校の名称を列記する自動車教習所大阪労働局長登録教習機関登録小型船舶教習所。D は、地上デジタルテレビジョン放送 ID は、リモコンキー ID、AM、FM は、ラジオ放送のことを指す。全局とも本社は、大阪市内にある。 民放局の社名は、関西テレビとテレビ大阪を除き、すべてキー局の親会社にあたる、新聞社名が入った社名となっている。東海旅客鉄道、JR 東海、西日本旅客鉄道、JR 西日本、大阪市高速電気軌道、大阪メトロ、阪急電鉄、阪神電気鉄道、 京阪電気鉄道、近畿日本鉄道、南海電気鉄道、阪海電気軌道。主要駅ここでは3路線以上が乗り入れる駅、または1日平均乗降人員が10万人を超えている駅を記す。このほか、2013年3月に廃止された大阪市営バスの赤バスの代替として、区が民間事業者に委託し運行しているバス路線がある。地域の大部分を。 大阪シティバスが運行しているが、この経緯については、当外交を参照のこと。乗車方法は、後乗り前折り後払いで、運賃は均一性だが、一部で異なる方式を、採用している事業者や路線もある。大阪シティバスの一部路線と北港観光バスを除き、非接触型 IC カードのピットップと、愛国家が利用できる。また、広範な連絡として、 大阪駅と名古屋駅を結ぶ名神ハイウェイバスや首都圏などと大阪市内、梅田、南波地区などを含む京阪新地区を結ぶ高速路線バス、ツアー形式の貸切バス、ツアーバスが多数運行されている。高速路線バスについては市内では主に以下の地点に発着する。市内の幹線道路は南北に走る路線を、筋、東西に走る路線を、 通りの愛称がついている。大阪市内の筋、通り一覧を参照。代表的な筋、代表的な通、大阪の空の玄関口として、近隣に関西三空港が存在する。三空港のうち、最寄りは、北節にある国内線の基幹空港の大阪国際空港、伊丹空港である。先週おきには、 国際線の発着する関西国際空港がある。神戸沖には神戸空港があり、国内線の一部幹線が就航している。かつては大阪市は大阪国際空港の地元自治体の連合である大阪国空港周辺都市対策協議会、現、重視協に所属していたが、現在は脱退している。施設名の後の重要文化財は国指定の重要文化財を示す。 小説、文楽映画、漫画、昇華、歌謡曲、他多数、アニメ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。